ご覧いただきありがとうございます。今回は味噌かす床を作ってみました。日本ではもちろん、近頃海外でも味噌や納豆などの日本の発酵食品がスーパーフードとして注目されています。その大きな理由の一つは、発酵食品が生み出す微生物たちが腸活に素晴らしい力を発揮してくれるからです。腸内環境を整えると健康や美容に嬉しい効果があるのは有名ですが、腸はストレスと密接に関係しているため、心も健康に保ってくれるようです。そこで今回は味噌と酒粕を使った味噌かす床をご紹介します。味噌かす床は野菜や魚を漬け込んだり、炒め物や煮物の旨味に使える万能調味料です。材料は味噌 200g、 酒粕 200g、 酒かみりん 50g です。ボウルに味噌を入れます。酒粕も小さくちぎって入れます。酒粕が硬い場合は、耐熱容器に酒粕と酒またはみりん適量を合わせて、少しだけレンジで温めるといいです。みりんまたは酒を入れてよく混ぜます。結構硬かったので私は手で混ぜました。清潔な保存容器に入れたら出来上がりです。作ってすぐ使うことができます。冷凍保存することができるので長期間保存できます。きゅうりや人参、大根などお好きな野菜をつけると美味しいです。ビニール袋に使う分量だけ味噌かすを入れ、全体に行き渡るように揉み込みます。空気を抜いて冷蔵庫で1日2日漬けたら食べ頃です。魚を漬ける場合はこのようにラップに味噌かすを塗って、水分を軽く拭いた魚を乗せて密封するように巻きます。私は鮭で作りましたが、ムツやタラ、サワラなどもおすすめです。冷蔵保存で1日以上漬けたら食べ頃です。表面についた味噌かすを軽く取ってから拭きます。その他、鍋や煮物、炒め物などの調味料としても重宝します。